こんにちは、米田一です。今日はですね、ウェス・モンゴメリーのフォン6のアドリブ・アナライズをしていこうかなと思います。この曲ちょっと変わった構成で、最初 G マイナーでね、動かないんですよ。ずっと G マイナー4小節やって、でこの後今度2-5がこう平行移動していくようなコード進行があって、また G マイナー7だけで4小節で、最後はマイナー2-5やってまた戻ってで、この構成、ちょっと変わった構成なんですけど、モードっぽい部分とね、チェンジが細かい部分と、この上でどんな感じでアドリブ取ってるのかなと思いまして、ウエスのね、アドリブをアナライズしていこうかなと思います。で、今この譜面がそうなんですけど、全部で7コーラスウエスはアドリブ取ってます。最初はシングルノートで取ってるんですけど、こう1コーラス、2コーラス、3、4コーラス目まではシングルノートですね。で、5コーラス目からはオクターブ奏法、こういうね、オクターブ奏法で、そのままずっとオクターブだけで5、6、7コーラス目までアドリブを取ってます。最後の方がちょっとこう和音も使ってますけど、ほとんどオクターブでね、弾き切ってますね。で、今回は、シングルノートのところをね、どんな風にアドリブ取ってるのか見ていこうかなと思います。全部で15フレーズあるんですけど、ちょっと僕なりの解釈にはなりますけども、アナライズしていこうと思うので、よかったらね、一緒に見ていってください。じゃあまず最初のところ、テーマが終わってですね、ピックアップのところですね。テーマが終わった後、まずこんな感じの和音から始まります。これはルートと G のね、ルートの G とコードの和音ですね。ちょっとこうスライドで、結構5度の和音って珍しい気がするけども、かっこいいですよね。で、この5度の和音から入って、次はですね、こういう音使いですね。次はですね、こういうメロディー、これは G マイナーのペンターを使ってるのかな。コード G マイナーに対して、多分一番シンプルなアプローチのペンターですね。で、ペンターから始まって、で、次はですね、こんな感じのフレーズ弾いてます。ポジションもしかしたら違うとこかもしれないけど、これちょっとゆっくり見ていきたいんですけど、これ G マイナー7を弾いてるような、でもここから見ると B フラットメジャー7、レファラ、シレファラ、B フラットメジャー7弾いてるような、Dマイナー7弾いてるような、そういうフレーズなんですけど、これ多分、僕の解釈だとですね、ドリアンスケールを想定してて、ドリアンスケールってソラシドレミファソっていう、この上の譜面の左側普通に弾くところなんですけど、これ積み方を変えて3度で積んでいくと、こんな感じの、ソシレファ、最初は Gm7 のアルペジオから始まって、でラドミってテンションがね、乗っかっていくみたいな、こんな感じの音使いになります。でも一周、ソシレファラドミソ、ここで一周するんですけど、こういう3度積み、ドリアンを3度で積んだみたいな、こういう形を使ってるのかなと思いました。下の図に書いてある、G ドリアン3度積みって書いてるのが、そのままなんですけど、ドリアンスケールを3度で積んだやつ。Gm7 も入ってくるし、代理の Bmj7、Dm7 も入ってくるという、ミックスされたような感じになりますね。だから何のコードを弾いてるっていうかは、ドリアンの3度積みをこういうふうに備えてるのかなというふうに思いました。同じ形が結構何回か出てくるんで、結構これ便利なのかなっていう、この普通になぞるのに対して、こういうね、3度積みのアルペジオっぽい音使いが使えるドリアン3度積みで弾いてるのかなと思いました。ここ3番目ですね。
これはね。で、その後、今度チェンジが細かいところですね。ここもなんか結構入り組んだ、あ、ごめんなさい、間違った。入り組んだ感じになってるんですけど、こんな感じのフレーズかな。なんか同じようなフレーズを、こう、平行移動してるんですけど、この Cm のとこだけ見てみると、ここは多分、この Cm の代理の Gm に置き換えてるフレージングしてるのかなと思います。この Gm が、この図で書いてある紫のね、丸、ここにトライアドあるんですけど、まあ、ナインスもちょっと足して、まあ、こういう風になぞっている。で、Cm から B フラット7、B フラットマイナー7に移動して、こっちは F マイナーに置き換えてるのかなと思いました。で、半音下がって、この A マイナーのとこに対しては、E マイナーの代理。こう、代理コードを当てはめて、それをずらしてるって感じかな。セブンスコードは全部無視して、全部その頭の C マイナー、B フラットマイナー、A マイナーに対して、こう、代理の G マイナー、F マイナー、E マイナー。まあ、多分とっさにやってるので、そのもう最初の Cm に対してアプローチ決まったら全音下げの半音下げみたいな、こう位置関係でね、バーッと弾いちゃってるんじゃないかなという感じのフレーズですね。で、最後の締めの Em と Fm7 に対しては、これも代理の Bm同じくね、当ててんのかな、まあ、全部5度の代理ですね。この B フラットマイナー7を想定して、まあ、そのまま上がってるのかなという、全部同じ位置関係の代理コードで置き換えてるようなフレーズかなと思いました。で、じゃあ次5番目。で、このあとまた Gm の一発になるんですけど、ここでこういうフレーズ弾いてます。なんか急にアウトサイドなフレーズが出てきます。これはですね、D のホールトーンだと思います。これ全音でオーグメントが全音で上がっていくみたいな、まあ、こう Gm に最後戻るんですけど、まあ、D の、ね、アウトサイド D の D7 の、ね、アウトサイドを作って G に解決っていう流れを作ってますね。これはそんなままかな。で、その後は、Cm-F7 のところですね。ここは Cm-7 はちょっと無視して、F7 に対してオルタードを作ってます。オルタードフレーズですね。で、この解決先は次のコードの B フラットの3度の音に解決してますね。まあ、これはまあいいかな。で、また2コーラス目の Gm のとこですね。これすいません、ちょっと譜面がまたがってるんですけど、ラドラから始まって、まあ、こんな感じのフレーズ弾いてます。ちょっとなんか1コーラス目と趣が違うっていうか、テンション感が強いんですけど、入りの部分がですね、この図の青丸で書いたところ、こういう音から始まってます。で、カウンターでこういうの弾いて、またこれ多分2段構えでやってて、上に乗っかってるのはね、これ多分 Am のペンタを、あ、ごめんなさい、 Am のトライアドを意識してるのかなと思いました。Gm に対して Am って9th, 11th, 13th ってこうテンションだけ抜き出すとね、 Am のトライアドになるんですよね。ちょっとテンション感強い Am っぽい音を使ってから、でペンタ
こう上と下で二段構え でサウンドもねちょっとテンション感の強いのからストレートの方ちょっとカラーの違うものをね組み合わせてるような感じですね。こうやって弾いてるのかなと思います。でこの後またすみません譜面がまたがってるんですけどレファレーからこういうフレーズから、よいしょ、こうかな。なんか大きいフレーズなんですけどこれもまた形平行移動してますよね。これもですねさっきのドリアン・サンド済みと同じフォームなんですけどC マイナーに対してここからサンド済みしていくとこういう形になります。でこれをまあ、もしかしたら他の解釈あるのかもしれないけど、まあ、さっきの G マイナー3度済みと同じ形でやってるのかなってやると割と楽に弾けると思います。で最後の E フラットマイナーと A フラット7に対しては、まあ、ここまで下がれば同じなんですけどまあ、多分でもここまで下がるの大変なのでこれはポジション違いでこういうふうに一段ね上のポジションでやってるのかなと思います。まあドリアンサンド済みでそれを平行移動しているようなフレーズかなと思いました。はい、じゃあ9番目ですね。ここはですねこんな感じのフレーズ、ちょっと大きなフレーズですね。これ聞くと別になんてことない、まあ上がってって下がってってって普通のフレーズに聞こえるんですけど、中身結構入り組んでて、こう面白いなと思ったんですけど、最初でこれ譜面だとラシドなんですけど、ちょっと音源ぐしゃっとなってて、もしかしたらソラシドかもしれないんですけど、まず図で言うと左側の黄色い丸のところソラシドって上がってってで次青丸こういう風に上がります。ソラシドレファラドこれ Dm7 みたいな形ですね。 Dm7 と同じ形が出てきます。緑の 青の丸で次右の図の赤丸ここ Am のペンタをなぞってます。で最後はGm まあ9th入ってますけど、まあ、Gm のフレージングかなと思います。こう4段構えになってるんですよね。こう Gm 上がってって Dm7 のアルペジオで Am ペンタで降りて、まあ、Dm のところもしかしたらここまで込みでドリアンの3度済みとしても一気に弾いてるのかもしれないですね。こうドリアンスケール普通に上がってって途中から3度済みで上がってってで Am のペンタで降りて Gm で締めるみたいな、まあ、ちょっとこのつなぎ目の解釈はどっちでもいいかなと思うんですけど、でこの、まあ、ちょっと上昇の方を見てみると、まあ、普通に上がってって途中から3度済みになるってこう仮想と上層でこうアイデアをちょっと変えるっていうのがかっこいいですよね。でこっちもですね上層では Am のペンタ仮想では Gm のフレーズこの上層と仮想でアイデアを分ける、まあ、同じ同一スケール内とか同一コードでアイデアを分けるっていうのは結構いろんなギタリストをコピーしてるとよく出てくるんですよね。この YouTube チャンネルでもジェシバン・ルーラーのアナライズやったんですけど、その中でもかなり何回か同じようなアイデア出てきましたね。こう、まあ、ちょっと今思い出せるのはセブンスコードで、まあ、下はミクソリディアンで上は HP5 でとか上はオルタードでか、なんかこうミクソリディアンとオルタードを上層と下層で分けるみたいな、
とか、まあ、今みたいにこう同じスケールで上がってって、途中からこう大リコードとかサンド済みになったりとかで、この上層下層で分けるってギターだと割とやりやすいと思うんですよね。まあ細い弦の例えば Am ペンタ下の方は Gm の、こうやっては割とミックスしやすいというか、まあ、この辺は Gm いて、上がるときはペンタで上がってとか、ここもね Gm のドリアンの端っこだけ覚えといて、ここから上がるときはサンド済みで上がってとか、意外とギター的にはやりやすいアイディアだと思うんで、まあこう複数アイディアをね上と下で備えといて、まあ、それを並べていくみたいな、やり方がかっこいいですよね。同じアイディアで同じアルペジオとかで上がりきるのとまたちょっと違うカラーが、伴奏は Gm 一発なんですけど、こうフレーズのカラーがこういろんなカラーが出せるっていう、ここちょっと面白いアイディアかなと思いました。じゃあここはこんな感じで、はい、10番目ですね。ここもですねちょっと2段構えで見ていこうかなと思うんですけど、まあなんとなく下と上のポジション分かれてるのかなと思います。下の方は割とオーソドックスな Gm のフレーズ、まあ、ルート、ナインス、サード、まあ、5度から始まってますけど、で、こっち黄色い方はですね、図の黄色い方は、まあ、ここはなんとなくこの特徴音のね、ドリアン特徴音の13から始まって、ちょっとこうテンション感のあるフレーズですよね。まあ、Gm の6のアルペジオって見るのか、まあ、ここから3度済みしてるってもういう把握なのか、まあ、Em7 フラット5っていう代理和音なのか、ちょっとどれか分かんないですけど、ちょっとテンション感の強いサウンドここから作ってます。まあ、なんとなくこう2段構えっていうのはさっきと一緒かな。まあ、そんな感じのフレーズですね。で、その後11番。ここはですね、ちょっと大きいフレーズなんで、まず前半部分の加工フレーズ。まあ、こんな感じの加工フレーズからですね。これも、まあ、ちょっとさっきのと似てますよね。この特徴のね、13をターゲットに。このちょっと上の方はこういうフレーズ。で、下の方は、割と普通の、Gm のフレーズ。これもなんとなく2段構えに、まあ、ちょっとこじつけ臭いけど、まあそうすると使いやすいですよね。まあ、こっちはこっちで、こっちはこっちで、こう2段構えになってるように見えますね。で、この上昇フレーズの方は、こんな感じの結構大きいフレーズ、こんな感じのフレーズですね。これ中身見ていくと、最初は、図で書いた青丸 B フラットの B フラットメジャー7のアルペジオをね狙ってるのかなっていう感じで、メジャー7ちょっと引っ掛けつつ、こう Gm のアルペジオと、あとDm のアルペジオ、この Bb メジャー7と Dm は Gm7 のね代理コードなので、まあ一緒に使えますよね。5代理コード2種類ね、両方ともミックスしたようなフレーズかなと思います。で12番目、ここはですね、ここは割とシンプルで、感じのフレーズ弾いてます。まあ、同じ形で下がって出ますよね。これは Cm の方はもう無視して F7 だけ見てフレーズ作ってるのかなと思います。このルートとセブンスをね弾いてる、であとこの13も弾いてるけど、それを平行移動してる感じですかね。
で、締めの部分はここはちょっとぐちゃっとなってて音源よくわからなかったんですけど、まあなんとなくまあ、Bフラットマイナーの代理の、まあ、Bフラットマイナーとか G フラットメジャー7を弾いてるような、まあ、サンド済みのポジションの中で弾いてるのかなという感じでしたね。ちょっとぐしゃっとなっててはっきりは分からなかったんですけど。で、13番目、ここはですね、まあ、こんな感じのフレーズを弾いてるんですけど、これはアルペジオ2種類ですね。代理の B フラットメジャー7、図で言うと青丸と、あとは G マイナー7のアルペジオと、この13の音、まあ、ドリアン特徴のね、これを並べて、感じで弾いてるのかなと思います。で、あのお尻の部分の C マイナーのところで、あの B フラットメジャー7のアルペジオと同じ形で B フラットメジャー7のアルペジオ弾いてます、ね。これは代理で C マイナーに対する代理で E フラットメジャー7の代理、あ、E フラットメジャー7のアルペジオを弾いてますね。で、このあとマイナー2-5です。一応譜面上は、この B フラットメジャー7、マイナー7フラット5で7なんですけど、多分ここは大きく取ってて、まあ、こういうフレーズ弾いてるんですけど、まあ、一応 A マイナー7が、で、書くと図の4になるんですけど、多分ここはあの E フラットメジャー7から D7 みたいな、こうちょっとね、これも代理コードで置き換えてる、弾いてるのかなって感じですね。これがね、これがちょっと E フラットメジャー7っぽいなって。で、このあとこうやって弾いてるんですけど、これは D7 のオルタードなんですけど、多分このポジションの取り方だったら、E フラットのメロディックマイナーに置き換えてるのかなと思います。この D7 のオルタード。まあ、この並び、ちょっと D7 はあんまり感じないというか、どうなんですかね。まあ、慣れてればそんなことないのかな。まあ、僕はちょっとここだったらもう、なんか E フラットのメロディックマイナー、として見た方が弾きやすいので、まあ、E フラットメジャー7と E フラットのメロディックマイナー並べてマイナー2-5にしてるのかなっていう感じですね。こんな感じで15番目、最後かな、これもマイナー2-5とこ、ここはですね、コードに割と素直に従ってるのかな。こんな感じの、まあ、丁寧に沿ってる感じしますね。最初が B フラットのトライアドっぽいフレーズから、まあ、ちょっとブルースとかよく出てくるフレーズかな、まあ、ちょっとクロマチック入ってますけど、で、このあと、この D7 の HP5 から、まあ、G マイナーの3度に解決。こんな感じのフレーズかなと思います。まあ、ここは割と丁寧に、まあ、A マイナー7フラット5は無視してるみたいですね。もう D7 のフレーズとして弾いてるかなと思います。はい、これで15フレーズ全部アナライズ終わりました。結構1個ずつね、すごい派手なフレーズとかはそんなないんですけど、代理和音とかきっちり使ってたり、あと面白いなと思ったのは、まあ、G マイナーに対して、まあ、G マイナーペンタももちろん使ってたりは、したと思うんですけど、こうね、 G マイナーでフレーズ、こうサンド済みのね、
こういうのとか何箇所かありましたよね。まあ、こういうのうまく使うと、まあ、例えばペンタと組み合わせるだけでも結構カラフルになるのかなと。結構この2層構造になっているフレーズが面白いなと思いましたね。こう下の方は G マイナーで、何番だったかな、こういうのかな、こう G マイナーで上がってって途中からこう三度積みとか、ちょっとアイディアがこうその場所場所で少し変わってって、それを組み合わせているみたいなね。あの結構練習していて思ったんですけど、まあ、意外とあの最初これこんなのできるのかなと思ったんですけど、意外とやってみるとあのギター的にはやりやすい。この辺はこういうアイデアで、この辺はこれでとか、少しあの準備しておくとね、意外とねやりやすいので、まあ同じ G マイナーの中でもこうカラフルなフレーズ作るのにいいのかなと思いました。あとこの2層構造っていうか、複数アイデアで1フレーズっていうのは、あの他のギタリストも結構ねコピーしてると出てくるので、まあちょっとこう小型の小さい塊を少しこういくつか、あんまこう下から上まで何々スケールとかじゃなくて、ね、こうちょっと小さいのをこう整理しとくと、有機的にそれをつなげればね、割とペンタ、Gマイナーで3度済みとか、まあ、意外とこうギターだとやりやすいアイディア、かっこいいのかなと思いました。あとはこのチェンジの細かいところはね、平行移動でね、とにかくやってるみたいですね。こう、まあ、こういうのはもう、同じ形でフレーズ取って、それをずらしていくみたいな感じで、これで綺麗にフレージング作ってるみたいですね。あとその、こうチェンジが細かい時に、C マイナー F7 で無理してなんか C マイナーと F7 とでフレージングっていうよりは、まあどっちか C マイナーはもう C マイナーの代理でフレージングしたり、もう F7C マイナー無視してね、 F7 としてフレージングしたり、ちょっと大きく取ったりして、あのその分メロディックにね作ってるのかなという感じでしたね。はい、というわけでなんか結構フレージング聞いてるだけだとそんなにこう派手なフレーズって感じじゃないんですけど、中身見てみるとすごいいいアイデアがたくさん詰まってて、面白いなと思いました。まあ皆さんもなんかね気づくところがあれば嬉しいです。またあの次の動画何か作ろうと思うので、またよかったらね見てください。それではありがとうございました。